はい、車検整備でね、リアのブレーキキャリパーの方を見ています。パッと見ブレーキパッドの方は残量はあるように見えます。反対側のパッドですが、こちらもね、パッと見残量があるように見えます。で、キャリパーの方を取り外してみましたが、こちらがね、後ろから見ていた箇所になります。で、パッと見ね、まあパッドだけにパッと見残量あるように見えますが、前方の方に来ますと奥側のパッドね、全然、残量はもうありません。限界ですよね。で、考えられるのはこちらのね、手前側のパッドがもう全然動きがなく仕事してないような状態ですね。奥側のパッドだけで、リアのブレーキの制動していたような、ほいうふリア奥側のブレーキパッドだけで、リアのねブレーキの仕事をしていたように感じられます。分解してみましたところ、奥側のパッドはね、やはりこのようにもう残量ありません。で、手前側のパッドはまだね、残量は十分残ってます。で、考えられるのは、これね、キャリパーのシールの動きが悪くなって、ね、手前側のピストンの動きが悪く、こう押し付ける力が、ね、働いてなくて、奥側ばっかり、ね、押し付ける力が働いて、奥側のパッドが早く摩耗してしまった。キャリパーの方ピストン、ね、取り外してみましたら、こうね、ここの溝にこういったシールが入るのですが、ピストンの、ね、シールが入るのですが、そこへね、ブレーキフルードの結晶化したものが堆積してまして、このね、堆積したものがピストンのシールを押さえつけてしまって、動きが悪くなり、ピストンのね、動きを阻害してしまっていったものと思われます。あと、このパッドのね、スプリング抜きましたら、まあこれ以外にもね、結構石がボロボロボロと小石が出てきましたので、走行場所にもよりますが、こう巻き上げた小石がキャリパーの中にね、詰まってしまって、このパッドのスプリングのあたりにね、小石が詰まって、で、パッドのスライドを妨げていたのも一つの原因かと思われます。パッドは新品に交換します。こちら SBS、ね、外国の車両メーカーでも純正で採用しているメーカーがある、まあ、ブレーキパッドになります。お手頃のものでいいということなので、こちらをちょっと今回取り付けさせていただきます。でね、こちらが新品、こちらが面取りした後になるんですが、やはりね、この角が結構こう引っかかりがあるような感じですのでね、これがブレーキをかけた時にブレーキディスクとこう擦れて、こうね、ガラスを爪で引っかくような感じでキーと音が出たりするようになるわけです。ですからね、まあ取り付け前にこうやって面取りしてあって、そのビビリ音が出ないように、引っかき音ですよね、そういう音が出ないように面取りしてやります。で、あとこの裏面にね、ピストンとの接触面にパッドグリスを塗ってやります。で、パッドグリスを塗ることによってね、このブレーキをかけた時にパッド自体が熱を持ちますので、その熱がね、キャリパー本体の方に伝わりにくくするとともに、そのブレーキ泣きですよね、こうビビリ音を抑えるのに、ここにパッドグリスを塗るわけです。でね、よくここを一面にパッドグリスを塗ってる方いらっしゃいますが、よく考えてもらったら分かると思うんですが、ピストンとパッドの接触面以外にパッドグリス塗ってもあんまり意味ないですよね。その接触箇所に塗るから意味があるのでね、全く接触しない部分にパッドグリス塗っても意味ありませんので、パッドグリスはね、最小限塗るようにしてください。特にね、お店とかで塗られる場合はもうそれも経費になりますので、ね、経費削減、パッドグリスも高いですからね、そうやって無駄なところを抑えると、経費削減になると思います。このような事例もね、たまにありますので、目視だけに頼ってますと、自分の気持ちの中では、まあ、まだまだブレーキパッドは大丈夫という気持ちで乗ってますと、いつの間にかね、パッドの方がダメになっていて、引きずりを起こしたりしてね、ディスクローターやキャリパーの方までダメにしてしまうということもありますので、こういったふうにね、定期点検時にちゃんと分解して点検してやると、そういったね、
後々のトラブルも防げるかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。